どうも、初めてのウクレレ教室講師の鈴木智樹です。この動画はウクレレを始めたいけど近くに先生がいないよという声を受けて始めたウクレレレッスン動画です。さあ今回からついに実践です。ラブミーテンダーという曲のメロディーを弾いていきたいと思います。まず譜面の説明をしますと、丸で囲われた、数字が見えると思います。この丸で囲われた数字の意味は2拍以上伸ばす音を丸で囲ってあります。以上のことに、注意をしながら、この曲を弾いていきましょう。さあそれでは早速見ていきましょう。まず全体を弾いてみたいと思います。まず最初一小節目を見ていきたいと思います。ドーファミファというメロディーになっていくんですが、まずドーは3弦の0フレット、そしてファは人差し指で2弦の1フレットを押さえて弾いてあげます。そしてその指を離してもう一回2弦を弾いてあげてミで、もう一回その指離した指を戻してあげてファを弾いてあげる。これで一小節目のドファミファっていうフレーズが弾けますね。その後は手を離して4弦の0フレットを弾いてあげます。4弦の0を弾いたら次は中指で3弦の2フレットを押さえてそのまま3弦の2フレットを弾いてあげる。で次はまた4弦の0をそのまま弾いてあげます。次の3小節目に行くと、またファの音なので、人差し指でファの音を押さえてあげて弾いてあげます。弾いたら、次は0フレットなので手を離してミ。次は中指で3弦の2フレットを押さえて3弦を弾いてあげる。で、また手を離して2弦の0を弾く。弾いてあげたら、またファの音なので人差し指で押さえて2弦の1フレットを弾いてあげる。で、その後は最後は3弦のドの音を弾いてあげるんですね。では、一緒に1段目を弾いてみたいと思います。1、2、3、4。1段目が弾けたら次の2段目も同じ内容となっています。なので同じように指を動かしていきます。まずは3弦人差し指離す、もう一回戻して弾く、4弦を弾いて中指で3弦の2フレット、また4弦を弾いてあげて人差し指で1フレット離す、中指で2フレット離して2弦で人差し指1本で1フレット。さあそこまで弾けたらですね、次3段目に入っていきます。3段目は1弦を弾いていくんですが、最初の音、これは不転四分音符という音になります。不転四分音符は1拍半伸ばさないといけないんで、このようになります。1、2、3、4、これが弾けたら次の2小節目も同じ、
そしてこのラーラーラーという音が弾けたら、最後は1弦の0。そして次は4弦の0。そして次は2弦の1フレットを人差し指。また4弦の0を弾いて、最後は1弦の0を手を離して、ラを弾いてあげます。さあ、3段目、一度一緒に弾いてみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。という感じになっていきますね。そしてそこまでいったら一番最後の段になっていきます。4段目に入ると1弦のラを2回弾いてあげるので、何も押さえずに、そして次、ここがポイントですね。 C の音ですが、今回は C のフラットになっていますので、人差し指で1弦の1フレットを押さえて弾いてあげる。そしてまたラなので手を離して1弦の0。次は4弦の開放弦。そして中指で3弦の2フレットを押さえて、3弦の2フレット。また4弦の開放弦を弾いてあげる。それを弾いたら、最後は3小節目。人差し指で2弦の1フレットを押さえて、ファ、離して、ミ、1弦の0、4弦の0、最後は人差し指で2弦の1フレット。という風に弾いていけば、この Love Me Tender のメロディーが弾いていくことができます。この曲を弾くときに気をつけることは、必ずフレットの近くを押さえること。フレットから遠ざかると綺麗な音が出ません。そして必ず指先で弦を押さえて、右手も指先で弦を弾く。あとはこちらの人差し指と手のひらの付け根はずっとこのウクレレのネックにつけておいて、手のひらはネックから間を空けておきます。ここをつけて弾いてしまうとよくありません。はい、ということで今回はメロディーの弾き方の動画でございました。皆様いかがだったでしょうか？弾けましたでしょうか？なかなか難しかったかもしれませんが、まずはゆっくりと弾いていきましょう。動画のテンポはちょっと早くなっていますので、動画に合わせようとせず、まずは自分のテンポでゆっくりと正しい指使いで弾いていくことが大切です。はい、私、鈴木智樹は、Twitter や、Facebook、そして、インスタグラム何度もやっていますので、ぜひぜひフォローしていってください。よろしくお願いいたします。そして、この動画を楽しんでくださった方は、ぜひ、グッドボタン、そして、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、ということで皆様お疲れ様でした。次回はコードを弾いてみようっていうレッスン内容になっていきます。またまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。